こんばんは、ポン太郎です。今日はアッププラスビューティー定期便の11月号が届きましたので開封をしていきたいと思います。それではどうぞ。はい、まず最近動画を忙しくて撮れなくてですね、なかなかアップすることができないんですけども、ちょっと最初にね、謝っとかないといけないことがあるんですけど、今月のねブルームボックスのレビューとラクシーのレビューはちょっと難しそうなんですね。なかなかコスメもね、使うタイミングがちょっと見当たらなくて、まだ全然使えてなくて、まあ今から使おうとは思うんですけど、まあできそうだったらね、今まで通り紹介レビューの方はねしていきたいと思うんですけども、もしできなかった場合は今回はねレビュー動画は今月はねないと思いますので、そこはご了承ください。そしてネイルをね変えてきました。はい、今回はこんな感じの、このね金箔が入っているオレンジカラーはすごい可愛くて気に入ってます。もう秋っぽくね仕上げてもらいました。で早速今回の雑誌はこちらになります。荒木優子さんかなが表紙を飾ってますね。でもう早いんですけど、クリスマスコフレのね特集が入ってます。まあ今までチェックしきれてないものも載ってるので、これでねチェックしていこうかなと思います。もう予約開始のものとかもあるのでね、もう買えないかもしれないんですけど、見るだけでもね楽しいので見ていこうかなと思います。あ、そしてこのアリスちゃん、これはねいただいたのでここに飾りました。動画にねこれから出演してもらおうと思って、開いてます。すごい可愛いんですよこれ、ほら。ですごいしっかりしてるのが、足もちゃんとこうなってるんですよ。なのですごい可愛いと思って早速飾ってます。はい、それでは前置きが長くなったんですけども、今回入ってたコスメはこんな感じでプチプチに入ってます。それでは一つずつ紹介していきたいと思います。一つ目はこちら。はい、こちらは見えるかな、エマルジョンリムーバー洗顔クレンジング 200ml の原品サイズが入っておりました。これはなんかこういうスプレータイプでなかなか見ない形ですよね。でこちらは毛穴のお掃除スプレーらしいですね。皮脂の汚れとかメイク残りを取り除いてくれるスプレーらしいですね。化粧水でもなくクレンジングローションでもなく、洗顔では落としきれない毛穴の黒ずみの原因となる余分な皮脂や古い角質を除去してくれる不思議なスプレー、プシュッと顔に吹きかけるだけで汚れを浮かしてくれる手軽さにびっくり、毛穴が目立ちやすい肌に使って体感されてみてくださいということで、これはクレンジングの後とかにね使うものらしいです。こんなものがあるんだ、知らなかったです。まあ、メイク落としの後にねこれを使ってその後お風呂に入るっていう形なんだと思います。最近毛穴もなんか詰まってるような感じがしてたので、これをね試してみようかなと思います。毎日するのは良くなさそうなので、週に2回くらいね試してみようかなって思います。そしてこちら、はい、こちらはポートフリックのリップスティックですね。115番のお色になります。でこれメイドインチャイナって書いてますね。中国で作られたリップみたいですね。はい、中身はこんな感じですね。結構マットっぽいリップになりますね。ちょっと装置をしてみます。はい、お色味はこのようなパキッとしたオレンジになります。ただ意外としっとりしてる感じはしますね。だけどマットなので乾燥するのかな、思ったよりこう
スルンって塗れるので保湿力はあるのかなと思ったりもするんですけど、マット系のリップって結構乾燥するイメージがあるので、でこういうパキッとしたオレンジ私使えないので、これは使わないかもしれないんですけど、まあね、友達にでもねあげようかなと思います。他の色味だったらまだ使えたと思うんですけど、私結構シア感があるタイプが好きなので、マットタイプのねリップはあんまり好みではないですね。ただ発色はもうすごいのでね、もうパキッとした色が好きな方はいいんじゃないかなと思います。あとは唇に荒れないかっていうところなんですけども、まあマットなので私はもうこれは使わないでおきます。そしてこちら、はい、こちらはハイスキンの集中保湿ワセリンですね。スペシャルケアに使ってくださいということで、目元や爪指唇などにワセリンのサンプルが入っておりました。はい、中はこんな感じで入っております。試供品3回分ということで、ここをめくって使うんでしょうね。でこんな感じで入ってます。なんかディップの試供品みたいな感じですよね。まあ、ワセリンっていろんなところに使えるからねいいかもしれない。あんまりワセリン系って保湿力は高めですけど私は使わないので、なんかベタつきそうで、これで試してみようかなと思います。次で最後なんですけども、こちら、はい、こちらラサーナの海藻ヘアエッセンスのウォータリーサボンの香りというパウチが入っておりました。なんかこのボトルすごく可愛くないですか。でラサーナのヘアエッセンスは意外と重みがなくてサラッとしてるので私の髪に合うので結構いいなと思ってたんですけど、それのね石鹸の香りがあるみたいですね。全然知らなかった。ヘアオイルはね結構いろんなもの使ったりするんですけど、このタイプは使ったことがなかったのでね楽しみです。まあ、お花の香りとかヘアオイルとか多いと思うんですけど、石鹸の香りっていうのもねなんかシャンプーっぽくて清楚な女性みたいな感じで良さそうですよね。使ってみるのが楽しみです。はい、中身は以上になります。今回はねもうこれが楽しみで、どれぐらい毛穴のね汚れを落としてくれるのか、試すのがすごい楽しみです。でリップはね正直ちょっと使えないので、どうしようかなっていうところですよね。今月はねこのクリスマスコフレ特集があるので、これをねこれから読むのが楽しみです。実はまだ読んでなくて今日届いたんですけどまだ読んでなくて、もう早く読みたいなっていう気持ちになってます。で冒頭でも話したんですけども、ちょっとね最近忙しくてなかなか動画がね撮影ができなくて投稿もできない状態になってるんですけど、今月はねちょっと本当忙しくて動画投稿が減るとは思いますが、できる限り頑張りたいと思いますので見てくださると嬉しいです。今回入ってたものは概要に名前を記載しておきたいと思いますので、よろしければご覧ください。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。